こんにちは、兄です。今日の動画はソフビ雑談です。ベムラーが2体並んでるんだけども、話す内容はバンダイさんのソフビの造形が激ヤバいというね、そういう内容で話していきたいと思います。もうパッと見た瞬間にね、あってなると思うんだけども、こっち側がノーマルのバージョンですね。いわゆる店頭に並んでいる、販売されているものなんですけども、まあやっぱりね、お顔周りと胸のここしか塗装していなくて、ちょっと寂しい感じというか、ただまあレビューではね、造形はかなりしっかりしていて、塗ったら化けますよみたいな感じなことをいつも言うんですけども、実際塗ってみるとどうなるかっていうと、こうなるんですよ。これがねすごいのよ、この皮膚感。どうですか、特に尻尾のね、ここめっちゃやばいのよ。おこれ僕友達のお家で塗装させてもらったっていうか、まあ半分ね、先生の友達が塗ってくれて、その半分を僕が真似して塗るみたいな感じで作ったものなんですけども、塗っていてね、めちゃくちゃ楽しかったし、この墨入れしたんだけど、墨入れしてこの皮膚が浮き上がってきた時のこのおーってなる感じ、なんだよこれよってなったもんね。だからね、バンダイさんね、ほんとね、造形すごいんですよ。塗装してないからそれが分かりにくいっていうねところはあるんだけども、いや毎度ね、造形はすごいって口では言ってるものの、ここまですごいのかって改めて思ったね。顔周りとか見て、ほら、口のさ、上唇の上のここの皮膚感とかさ、目の部分のシワの入り方とか、激ヤバいでしょ。すごいよね。ここまでよく造形するよな。で、ちゃんとさ、覗き穴みたいな感じな点々点とかもここにあったりとかさ、あとやっぱりここの皮膚の鱗感みたいなのはやばいね。すげえ。この辺の、スーツのちょっとこう、ダボっとした感じとか、最高にかっこいい。いや毎回ね、このレベルで来てるんですよ。ちょっと最近やばいのあったけどね。ダダとかタイラントとかやばかったけど、あれはもう本当にイレギュラーな話だと思うっていうか、マスターの金型がなんかあったか、それか、そのね、こう、増し型ができないとか、そういう何かしらのイレギュラーな問題が発生してあれが起きてるんだと思うんだけども、通常の、その流れではすごいのを毎回来てるんですよ。ピット星人もすごいよくできてたしね。だからあれはもう本当に例外だと思っていいと思うんだ。いやー、いいね。半分っていうか、まあほとんど先生が塗ってるんだけど、自分でこうちょこっと塗っただけだけど、これ最高にかっこいいよ。いいよー。いやだからね、バンダイさんは本当、このサイズのボーイズトイも本気で作ってるんですよ。本気で作ってるんだけど、塗装まで手が回らないっていうのが実際なところで、塗装までね、がっちりやったら、めちゃくちゃすごいことになるんだよね。めちゃくちゃすごい感じで、毎回出したらいくらになるんだろうね。1,500円でも売れると思うんだよ。がっちり塗装で出しても。1500円じゃ足りないのかな？どうなんだろう？わかんないけど。で、今度ブレーザーになるとアドバンスっていうシリーズが登場するみたいで、大きさも大きくなってウルトラマンとちょうど良くなるみたいなのね。で、おもちゃショーで見た感じではかなりいい感じ。ただ、やっぱりなんだかんだで塗装面とかそういうのに関してはおもちゃっぽい感じな塗装だったんだけども、まあ、でもサイズが大きくなってウルトラマンと並べてちょうどいいっていうのはすごくね、楽しいし、あれはあれでいいのかなと。あと、ソフビにこだわってなさそうな感じなところもあって、こう、ボールジョイントで何かをこうくっつけてるような感じなところもあったりとか、
あと軟質のインジェクションパーツみたいなのを接着剤止めてね、こう形すごい感じにしたりとか、そういうのをやっているような感じだったから、だから純粋なソフビファンっていうかね、もう全てこういうこうスラッシュ成形で作られているようなソフビが好きな人はうんって思うところあるかもしれないんだけども、まあでもね、それは置いといて、まあ、とにかく怪獣ソフビをガンガンやっていくっていうのはすごく嬉しいところだから、すごい頑張ってほしいんだよね。で、あとはこのシリーズどうなっていくのかっていうのがちょっと心配なところもあって、なんだかんだでね10年ぐらい続いて投資番号も190ぐらい、もうすぐ200が見えてくるっていうね、ロングランになってるから、だからこのシリーズも今後も続いてってほしいし、懐かしい怪獣とかも出していってほしいし、だからそのダブルラインでね、アドバンスとウルトラ怪獣シリーズ、これまあ昔だったらウルトラ怪獣シリーズ500なんだけど、まあその僕たちっていうか、僕は500サイズって呼んでるね、このサイズのもこう頑張ってね続けていってほしいんですよね。なんか話がずれてってるんだけど、うん、だからね、なんか毎回塗装がねどうのこうのとかこういろいろレビューで言っちゃってるんだけども、本当ね、一級のものをね提供してくれてるんですよ。ただただそれがちょっと分かりにくいっていうね、うん、それがまあ問題点になってしまってるんだけども、このね造形力っていうのはやっぱ素晴らしいので、今後もねこのぐらいの気合の入った造形で続けていってほしいなというところでございます。あと色とかももうこだわんないでね、この色のベムラーもいいでしょ。だからなんかねすごいこう奇抜なカラーのものとかでも全然いいと思うし、あと成形色だけのものをおもちゃショーでこう展示してあったんだけど、成形色だけでもやっぱねめっちゃかっこいいんですよ。やっぱ形がしっかりしてるから成形色でも説得力あったし、だからねその成形色だけのものとかも何かしらでねこう展開していってもいいとは思うので、ね、それこそこういう塗装する人のために安く提供するとか、そういうのやってほしいですよね。別に安くなくても僕買っちゃうと思うんだけどね、成形色大好きだから。だからなんかねいつもああだこうだっていろいろ言ってるんだけど、バンダイさんね本当ねすげえっていうのをこうみんなに伝えたかったという、そういう動画でございました。そういうわけでね、これからもバンダイさんのソフビ購入していろいろ動画作っていきたいと思いますので、ぜひぜひまた皆さん遊びに来てください。はい、というわけで今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でバイバイ。